I like this. I like this. I was young, I'm dead, I'm no better. サークルからはるばるやってもらったということで、はるばるではないですね、一級というバンドでよろしくです、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあね、フルーツノートっていうのは大学、近畿大学にあるアカペラサークル、実は2つあるんですよ。そうですね、2つあるんですよ。で、はい、でここのオーバースケールさんっていうサークルとフルーツノートっていうサークルが実は2つあって、でフルーツノートっていうそのもう片一方の方からはるばる、はるばるやってる、はるばるね、はるばるね、そうなんですね。はい、ね、そう、じゃあなんか、じゃあフルノは、じゃあフルーツノートはなんかめっちゃ考えてきたから、そう、なんかね、やっぱオーバースケールさんとフルーツノートどう違うかみたいなね、やっぱ違う、なんか雰囲気とかがちょっとちゃうかな、ね、一言で言うと、うるさい、うるさい、フルノはうるさい、うるさいです、ここは比較的うるさくないけども、おとなしいです、ここでもまだおとなしい、そうやねん、めっちゃおとなしい、まだおとなしい、フルーツノートっていうのはもうね、うるさくて他大学からなんかも動物園、動物園ってよく言われます。はい、ひどい言われます。走るし叫ぶしみたいな、なんか前で話しても進まん進まん、ね、そんなサークルと思ってほしい、そんなサークル、うるさいサークル、はい、もう全然参考にはならないんですよ、まあ、よく言ったらにぎやかなサークルということでね、はい、他にもあるですよね、でもなんかもう個性が、はい、そう、個性が強くて、何なんかアカペラサークルなんですけど、はい、その中にラーメンサークルとか勝手に活動してるわけわからんのがあって、みっくん入ってんのね、俺都市伝説サークルと都市伝説サークルとワンピースサークル掛け持ちらしいです。そうそうそう、なんか意味わからんのが、意味わからんのはマージャンサークル、そうそう、マージャンサークルもいっぱいあって、オールでマージャンね、なんかもう好きにみんな自由にやってますということで、はい、そんな感じでフルーツノートの良さは伝わったんじゃないでしょうか。はい、ね、良さ伝わった、はい、はい、足早です、うん、大丈夫、足早ですが、強いでも言いましょう、言いたいなきゃ、足早ですが行きましょう。はい、あ、ちょっと水飲むということで、
ということで、はい、ね、ちょっとね、はい、やっぱり高校生がね、若い ね、 そうですね、高校生がいるということでね、なんか高校では、ね、ちょっとね、金銭面でちょっときついからっていうね、そう、お金が貯まるよ、大学生は、大学生はお金貯まるんでね、なんかね、お金がかかってんの、アカペラの面でもなんかこう、遠征とかな、そうやね、言ったよね、そうそう、どこ行ったっけ、このバンドでも、このバンドは、ね、岐阜、岐阜県まで岐阜行った7月でしょ、6月です6月かな暑かった岐阜のストリートライブみたいなのに ね、 ねで、個人的にはね、か、うん、かま、鎌倉、ごめんなさい、鎌倉と金沢そうそう、違うバンドではなんか鎌倉になんか、何なんかそばに行けると何県やっけ、うち知らんねん、頭悪いから神奈川、神奈川教えてもらったらお前で、ごめんなさい鎌倉って神奈川神奈川や、ごめんなさいでも行ったりとか、うん、で、まあね、こうやってね、交流ライブに呼んでもらって、そうですね、今日も呼んでもらってありがとうございます、本当に、もう、嬉しい、嬉しい、嬉しい、大学
学同士で交流ライブみたいなのもあって、そうですね、なんかもうちょうど明日もね、この今ここにいらっしゃるキラダイラめちゃ手振ってメダルなんちゃらなんちゃらバンドさんのこのワンピエンズっていう府立大学、大阪府立大学のね、ところが明日も交流ライブもちょうど行くんですけど、まあそうやってね、交流とかね、なんかベラやっぱりつながりがいいな、輪が広がって輪が広がっていくっていう、輪が広がっていくっていうことでね、でもそんなにいらんということでね、ごめんなさい、友達がいっぱいできます、友達がいっぱいできます、ぜひ大学入ったら楽しんでください。でね、もう近代来る人はぜひフルーツノートにも遊びに来てください、遊びに来てください、乗ってくださいね、どの線でいいならね、もううるさいけどね、来てください皆さん、説得力もいない、先輩もいるんでね、はいはい、じゃということで、もうラストですが、次の曲に行きたいと思います。フルーツノートも来てくださいね、お願いします。はい、はい、ということで、次の曲最後行きましょう。よかったらドリドリの曲なんで、皆さん手拍子とかお願いします。はい、それでは僕たち最後の曲です、聴いてください。スティービー・ワンダーさんで、アイビyou